色とりどりの振袖、二十歳の節目を華やかに彩ります。お母さんたちが振袖見たいっていうことで振袖にしました。やっぱり今日は振袖にしようか。はい、ずっと前から人生1回の成人式なん でまたなんか親とかおじいちゃんおばあちゃんとかにもバスへ成長した姿っていうのを見せたいなと思ったんで、やっぱ振袖にしました。振袖を着ることは誰にとっても当たり前のものではありません。着物のレンタルや着付けの費用などは決して安いものではなく、経済的な理由で振袖を着るのを諦める人もいます。そうした中、一人親家庭で育った子どもたちを対象に振袖姿の記念写真をプレゼントする活動が行われています。振袖プロジェクトです。こちらの写真はプロジェクトで撮影されたものですが、着物や着付け、ヘアメイク、そして写真撮影も全て無料なんです。企画したのは那覇市で着付け教室を営む荒垣花さん。子どもの貧困問題で自分が力になれることを模索する中でこのプロジェクトを思いつきました。自分が持ってる技術であれば、着付けもそうですけど、体一つで私が行けば、私のその時間さえあれば、成人式っていう一生に一度の思い出をやっぱり金額じゃない一日に残るものをプレゼントできるなって思った時に、あっと思って、2021年秋にプロジェクトを立ち上げ、 SNS を通じて撮影希望者を募ると、すぐに多くの人から反応がありました。応募者の一人、専門学校生の足峰ニーナさんです。一人親家庭で育ったニーナさんは二十歳の振袖写真を諦めていました。自分以外の人にメイクとかしてもらう機会ないので、自分でやるメイクとはまた違った自分になれるから楽しみでした。振袖プロジェクトは全てボランティアに支えられています。この日は那覇市の美容室が営業前の時間にヘアメイクの担当を申し出てくれました。自分の技術をこうやって提供していることにすごいなんか、なんていうんですか、胸が動かされた気持ちです。用意された着物は家庭のタンスに眠っていた振袖です。支度を終え、凛とした振袖姿に変身したニーナさん。続いては撮影会です。今回は浦添市の写真スタジオの協力を得て実施します。もっと窓際の方見れますか。そうそうそう、はい、せーの、至れり尽くせりのプロジェクトですが、企画者の花さんは二十歳になる人に一つだけお願いしていることがあります。それは、そうそう、お母さん、皆さんにギュッて抱きついてください。大切な人と一緒に来てくださいということ。ニーナさんが招いたのは母沙織さんです。あんまり素直なこと言ってくれないんですけど、なんかこう一緒に、ね、なかなか撮ることもないんで、もう嬉しい、最高。しかももうこんなに撮ってもらってもうありがたいです。本当に自分ではなかなかね、こんなもうたくさんやってあげれないんで、楽しいですね。プロジェクトで二十歳の記念を写真に残したニーナさん、感謝の気持ちを胸に
これからの新生活を楽しみにしています。私たちこの母子家庭からしたらもうめちゃくちゃありがたくて、やっぱ写真に残すことで自分が今着れて嬉しいって気持ちはもちろんなんですけど、この写真を見た時の家族やおばあちゃんとかも喜んでくれるし、来年から就職なんですけど、この大人になるってことなんで自分のことだけでもなく周りにも気が使えるようなかっこいい女性になりたいです。写真撮影を通して大人への一歩を踏み出す子どもたちに、応援してくれる人が周りにいることを知ってもらいたいと願う花さん。地域の大人たちが自分の技術を生かして一人親家庭で育った子どもたちを支援する振袖プロジェクトは SDGs の目標につながっています。そんなこと無理だよとかできないよって思うようなことが実現してるんだよとかってなんか感じてほしいかな。なんかこの先本当に大人として一歩を踏み出すときに、なんかそんなことないって、一緒にやる人なんかたくさんいるよって、手つなぐ人たくさんいるよって、なんかそういうことをなんかいつまでも思っててほしい